ちは。カニドラ山店店長です。ヒロです。今回は新年2発目の動画ですね。前回僕、はい、セリーヌのデニムを買ったと思うんですけど、ヒロ君最近なんか買ってへんから、ちょっとヒロ君の欲しいものを聞き出してもう買ってもらおうかなと思って、今日は強制、今日はもう目の前で買ってもらおうと、オンラインショッピングしてもらおうと思って。怖っ。やばいっすね。なんか欲しいのある？欲しいのは、うんうん、あのなんか新年1月1日に発売されたのかな、なんか、うん、あの買い替え機器とニューエラのコラボで、うん、なんかビーニーとか、うん、あとキャップとか、うん、なんかウェアとか、まあ、いろいろ出てたんですけど、うん、なんかそれのビーニーで、うん、なんかそのフラワーあるじゃん、あれがペタペタペタってついているビーニーがあって、でそれちょっと可愛いなと思って、それはちょっと欲しいんですけど。じゃあ買おうよ。それ、もうあの店頭はない？店頭行ったんですよ。ああ、店頭行ったで、うん、行くじゃないですか。したらなんかもう深夜3時ぐらいから並び開始して売り切れましたみたいに言われて、さすがに3時に、新年ですよ、新年の3時にちょっと並ぶモチベーションちょっとなくて、まあね、ゆっくりしたくて、ゆっくりしたくて、なんでまあちょっと、まあ、プレネは多分ついてるとは思うんですけど、まあ一応いい感じの金額のあったらちょっとまあ買いたいですね。じゃあちょっと今何で探す？楽天で探す？え、もう行くんですか？いやいや、買うやろ。買うでしょ。一発。だってまだ買い物してないよ。いや、まあそうですね、買い物してない。それはもうそんなプレネ言うてもそんな高いもんじゃないの。買っとこう。いや、気になってるって言ったら。携帯は？携帯出して。はい、じゃあ今ヒロ君に探してもらいました、ね。ちょっと待って。あ、結構売り切れはしてる。1万1000円から1万6000円ぐらいが相場って感じ？感じですかね。まあでも今1万3000円が一番安い。そうですね。でもこの1万1000円見た後に1万3000円出したいと思います。俺1万1000円で行きたいです。でももうそんなん1万1000円1個しか出てないからしゃあないよ。まあそうですね。うん、まあこれで見ると多分。まあでも1万3000円やと売れてないから、まあまあ1万2000円。はいはいはい、1万1000円ぐらいが妥当なとこじゃない。多分これが1万3000円が一番今安いんですね。うん、安いね。え、ちょっと待って、これやばない？え、60万。なんか50万。やばい転売屋おるやん。60万。え、内訳。 あ、50枚。50枚。いやいや、買い占めすぎやろ。いや、もう絶対こっちのせいで買えなかっただろう。やば。で、定価のいくらやったっけ？定価が、うん、税込みで5500円。5500円。50個ってことは27万5千分買ってんねん、この人。いや、もう60万円で売ろうとしてる。あ、くどいな。いや、なかなかひどいな。なかなかひどい人おるな。こんなんもう絶対買ったらダメですよ、こんなん。え、ちょ、メッセージ送ろうかな、うん、定価で譲ってください。確かに譲ってくれそうやけど、この人やったら。いや、無理かな。この人置いとこう。1万3000円が安いよ。1万3000円が一番安いですね。1万3000円2個あります、うん、これどっちかがなんかトラップとかじゃないですか。大丈夫じゃん。こういうの初めてやから、買うポイントみたいなの教えといた方がいいか。ああ、そうですね、うん、とりあえず評価は絶対見た方がいいですね、うん、評価110あって、うん、110件良い評価、はい、で、あと僕が買うときに、ね、やっぱ出品、どういったものを出品してるかっていうのは見ますね。この人だったら、そうやね、まあもうなんかストリート系、ストリートの、まあ、ニューエラとか、はい、キャップ類多いね。そうですね、なんかいろんな、まあ見てる感じ、やっぱ転売屋っぽい感じはあるけど、うん、なんかまあこういう人らは多分大丈夫やと思う、うん、はい、物を偽物売るってことはないと思うんで。あと俺この人多分知ってます、うん、前買ったことあるかもしれない。アディさん。なんか名前聞いたことあるんです。あ、しかも今クーポン使えるやん。あ、クーポン使えるっすね。あ、12,610円。いや、言っちゃったらめっちゃ一言やけど。もういい。この人も見てください。この人も見てください。評価めっちゃすごい。評価すごいですね、うん、
そうな気はするけどね、はいはい、ちょっとまあそうやね、この人ももうこのあれやん、セントマイケルのニットとかもう完全ベアブリックとか出してるから、はい、まあ転売屋やろう、そうですね、知ってる人って感じです、ね、うん、これさっきの子、この人やん、50個持ってる人バラ売りしてるわ絶対買うからね、この人か買うのやめよう、こっちにしよう、こっちにしよう、これなんか悔しい、悔しいやんこれ悔しい、バラ売りしとる、うん、バラ売り1個は1万3000円で50個やったら1万2000円、危ないです、今店長のせいで俺この人のバラ売りに釣られるとこでしょいやこの人ならやめよう、もうこういう人あんま良くないと思うんで、ね、倫理的にな、倫理的に、こっちの人にしよう。この人は過去に50枚とか売ってないですか、大丈夫?50枚売って、まあ、この人も転売は転売やけどね。まあでもちょっとや、ね、これはこの50個の人はちょっとやりすぎやと思うから、そうですね、こういう人から買わんといてあげてってなる、ね、はい。じゃあこっちで。うん、じゃあ今買いますよ、俺。うん。買いましょう、クーポンあるし。わかりましたよ。買いますよ。うん。がっつり個人情報をつった。まあまあそれはまあモザイクモザイク。よいしょ、はい、買いましたね。はい、買いました。はい、じゃあちょっとあれやね、到着を楽しみに。早いわ。思いっきり俺が変わっちゃうってなってるけど。まあまあでも欲しかったよな。まあまあ欲しかったんですよね。買うとは言ってないから、ね。うん、まあまあいいんじゃない。新年一発目、買い替え機器とニューエラーのピンにね。まあこのノリで一発目行くんです、うん、じゃあ届くまでちょっと、はい、多分もうちょっと時間かかると思うんで、はい、はい、それはこの後の動画で、はい、では、はい、届いたのがこちら。かぶってるやん、もう似合ってんな。似合ってます。おう。なんか写真で見たのと違うなと思っちゃったんですけど。なんで？なんか写真、なんかいや写真で見た時、なんかもっと平面じゃないですか、うん、平面なんで花がペタ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 ってあるイメージでストンってくるイメージだったんです、うん、なんかちょっと隠れちゃってるのもあっていや十分主張してるけどな後ろあ後ろは、うん、まあなんか色違いでニューエラの刺繍があって、はい、花も刺繍やなんですよ。そうですね、うん、刺繍されてでもこれ似合うのすごいな。そうですね、うん、なんか女の人は似合いそうやん。ああ、ね、そうですね、そうですね、かわいい。男の人で、そんだけ似合ってる人、珍しいと思うんやけど、なんか、ちょっとさ、中性的な人が似合いそうな。そう、ね、なんか、こう持てない人とか、ちょっと似合わなくない確かに確かに、そうですね。うん、よかったんじゃない。ただあれやな、ちょっと値段がちょっと失敗したね。思ってるより下がっちゃったね。それは俺から言いたいどちらかも言えばちょっとあれやね、何も考えんと動画のあれで買ったから買って少ししたら、うん、あれ店長って思いましたよ。6000ぐらいになってる今定価ちょっとぐらいになってる。あれ店長ってちょっと電話したのかと思いましたで、あの50枚売ってた人あ、そうなんです。50枚売ってた人いたじゃないですか、うんうん、あの人なんか20枚にして今売ってるんですよ、うん、20枚にしようちょっと在庫処分本気で在庫処分しようとしてるちょっと焦り始めてるかもしれないですねまあね、はい、まあまあそんだけ買い占めるのはリスクもあるって言ってる。まあまあそうですね、はい、まあまあでも結構なんかうちに届いてからまあ3日ぐらいは経ってるんですかね、かぶってるんですけど、はあ、まあなんだかんだちょっと見慣れてきまして、うんうん、ちょっといいんじゃないかなと思って、うん、いいやん、はい、かわいいな、うん、一発目、はい、大会機器のビニールちょっと満足してます、うん、はい、いいと思う、まあまあ、定価で買いたかったんですけどね、それは声を大にしてちょっと申し訳なかったな、本当に、はい、こんな相場落ちると思ってなかったからさまあでも、そうやな、冷静に考えたら落ちるかちょっと一時期ね、大会機器の勢いはあったけど、はい、そうよう考えたらそんなに効かもでも本当これは可愛いと思う、はい、自分似合ってると思う、はい、とりあえずすごい転売屋がいたね。まああれは弱かったですね、びっくりしましたまあね、1点とかね、そうですね、買ってなんか雰囲気違うかったから売るっていうのはいいと思うんですけど、はい、僕
転売してるようなもんなんで、はいはいはい、結局ですけど、ちょっとあの倫理的に50枚とか買い占めみたいなのはやめときましょうねっていう感じはありますね。まあそうですね、まあ、皆さんも気をつけていただければと思います。はい、はい、じゃあまたちょっと更新頑張ってる、まあ、そうですね、頑張ってます、頑張ってます、編集方がちょっとネタ思いつかんけどまた、はい、動画更新頑張ります、はいはい、ではこの動画がいいと思いましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。